皆さんおはようございます。さかねフラワーチャンネルです。生徒さんが今いらっしゃいました。今日はそちらのレッスンをお送りしたいと思っております。それではそろそろ行ってみよう。1000人目指すからね。もう最近サボり気味やから一生懸命やります。ちょっと大きめのベースを UV スプレーカーネーション、ドラセナ、オミナエシ、ケイトウ、ヤリゲート、それからユーカリ、ね、ユーカリもあります。今日のお花でフィラフラワーってどれでしょうか。フィラフラワー、空間を埋める花。空間埋める花って軽い花。どれさ、とか言わんと。嘘。嘘。お見ないし。そうそう、お見ないし。それからスプレーローズもこれもそうね。うん、それからヤリゲートもそうね。ヤリゲート。そうよ。うん。スプレーローズが。うん、スプレーローズ。フィラフラワー。フィラ、空間埋める花。お見ないし。じゃあ。ホームフラワーはどれでしょうか。ホームフラワーはどうですか。フォーム、フォーム、形。形が綺麗なお花。形が綺麗なホームフラワーはどれでしょうか。残ってるユリじゃない。そうです。ユリです。ピンポンピンポン。はい。で、マッスフラワー、塊のお花はどれでしょうか。フォーム。うん、フィラフォーム、フィラ。花、形の花、フィラフラワー、あ、違う違う、ごめん、ホームフラワー、ホームフラワーが最初はフィラフラワー、フィラフラワー、空間の花、空間で、はい、空間の花一つ忘れて、まあ、唐辛子もそうよね、唐辛子、唐辛子、ヤリゲイト、オミナエシ、唐辛子入ってなかったね、うん、入ってないね、唐辛子がヤリゲイト、オミナエシがフィラフラワーですね。ユリがユリがホームフラワーですね。つまりドラセナとケイト、そう、セナと、つまり主役の花は、主役がどれ、主役の花どれ、主役、うん、主役の花決まったよ。ケイト、これユリユリでしょ、ユリでしょ、ユリが主役でしょ、でかいから、はい、そう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 、今日ね、フラワーアレンジメントの基礎の基礎、はい、系統はマッスフラワーです。バラとかね、スタンダードのバラとかスタンダードのカーネーションと同じ扱いです。塊の、ね、うん、塊の花、マッスフラワーです。で、あとラインフラワーってあるじゃない、ライン、うん、ラインね、ほら、これラインよ、ね、ヤシが、ヤシとか、アデカヤシがラインですね。ラインがほら綺麗でしょ、ラインフラワーね。ユーカリもやね。そうね。ユーカリはどっちかというとフィラやね。フィラ。空間生まれるね。フィラ。そうそうそう。で、ドラセナはこれはもうマッスと一緒ですね。塊ですね。ドラセナが。ほら、いつもはなんか大きくてちぎるじゃない。はい。そういう時はラインフラワーね。あ、大きくて、バラバラに、うん、そうそうそう。で、今日はちょっと固まったまま使おうと思ってるので。マッスフラワーです。すごい難しい。そうそうそう。基礎の基礎。すごい。二三枚。で、ハサミで切っていって。このままでは刺せないでしょ。このままでは刺せないでしょ。このままでは。このままでは刺せないでしょ。そう、このままで。刺せ？刺せて。V字カット。V字カット。V字カットしてみて。こんな感じ。V 字カット、V 字カット、このままで、このままで刺せないよね、刺せないこともないか、でもこのままで刺しづらいよね、そう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 、で、あ、なぜこう V 字カットにするかというと、こう刺すじゃない、こう刺すじゃない、刺せないこともない、随分上がりにく
ところ切り口からお水が入るから、だからここでね、こうして刺すとこう入るじゃない。でこの穴もちっちゃいよ。思わない。はい、これ穴もちっちゃいでしょ。分かりづらいけどこんな感じ。を使ってるんですねっていうか、いや違いますよって、ね、うん違うよ。マリコちゃんがストーブって書いてるわ。いやモールやもんね。違うね。そうです。これ初めて？初めて。ねえ、初めて。初めて。本当に？本当先生、真ん中？何十年もなら。そうそうそう、真ん中。でここ水が溜まるじゃん。こう。で水から上がってくる。でこの隙間開くでしょ。こうセットしても下に 水が溜まる。はいはい、ね、もうちょっと。こうね、基礎の基礎で勉強したでしょ。でこうだ、こうしてると、フラット、こうするとここに水が、下の方に水が溜まってるとそのモールから水が上がってくるから、だから展示会とか作品展だとかずっと会場にいられないじゃない。こう家にいる時はちょちょちょ水やればいいじゃん、はい、うん、だからそういう時使う。すぐ切れる、ピンって飛ぶ、うん。まあ、例えばヤシもね、こう使う時もあるけど、こう横にね使う時もやっぱり縦に使った方が今日はいいじゃない。縦に、ね、そうか。でこの辺こんなに使うのね、高い 4,5 センチ切ったらいいんじゃない。 4,5 センチ、うん、そうそうそう、 4,5 センチ止めて、そうそうそう、こういう感じ、うん、そういう感じ。前から後ろ、まあちょっとね、いろいろ自分で考えて、こうでもいいよね、後ろ見てもいいよね、うん、まあ、ちょっとこうしてみましょうか。そうですね、うんうん、こうしてね、ちょっとラインださ、うん、短く切ってしまったらもう取り返しがつかないけど、うんうん、長さもあるから、そして幅をちょっと細かくユーカリで切って幅をちょっと出せばいい とか、こういうので大きいね、大きいね、こうドラセナとかね、ドラセナとかをここに 2,3 枚入れた方がいい。固め、そうそう、固め、グルーピングね、グルーピングでこっちにも入れた、うん、そうそう、ここに、うん、それからもう一枚こういう風にです、うん、グルーピング、ちょっと先が焼けてるからハサミで切って、先がね、うん、熱いからね、大変な、どういう感じに入れる、こう、そうそう、でもうちょっと短く切った方がいい、どっちを、ユーカリをこっち、うん、そうそう1,2,3 3,4 お化粧と一緒、なじませなきゃ、そうそうそう、ラインを取るときはこう長い方がいいじゃない、うんうんうん、だけどカバーするときは短い方がいいわけね、はい、ここがね、ここが短い方がいいね、 そしたらカバーができる、はい、ということです。からし色のスカート、先生、葉っぱはここに多少取った方がいい、取った方がいい、でベースに近いところはつけておく、はい、そうです、ベースに近いところは残しておいて中間を取ります。これが基礎の基礎、丸裸にしないそう、丸裸にしちゃダメ、ちょっとだけ残しとく、基礎の基礎、オアシスに刺すのは 4,5 センチ、ぎゅと、はい、刺します、もうちょい、もうちょい、もうちょい刺し、はい、4,5 センチね、刺します。そしたらこれちょっとダブルにします。そしてこの子がグラグラするの、細いからね、ワイヤーが細い、これワイヤーみたいだからくるくる回る、だからこれで当てます、当てます、回します、で硬いのでね、しっかりここ持ってね、よいしょ、そして足がほら、足がしっかりするので刺せます。こっち後ろも、そうするとなんか本当にぐるぐる回らないよ、刺してみて、もう一回自分で抜いて、
しっかりさが分かる。いいですね。そうですね。後で切れるやん。え？後でさっき切るの？さっき切りたい。そうそうそう。さっき切りたい。切っときたい。切っときたい。はい、切っといてください。あら、切りました。で、きっちりダブルにして。きっちりダブル。そうそうそう。して。それでこれに当てて。で。で左の手で持って、あ、そうですそうです、こっち回していい、どっちでもいい、どっちでもいい、でもしっかり、そうそうそう、ワイヤーを全部しっかり持って、あ、そう、トーナさん上手やな、やっぱりみんな慣れてるか、はい、そうです、はい、はい、ダブル、はい、迫力ですね、あ、そうやね、後でね、後で考えましょう、綺麗な色です、で、どの花も必要、今やりゲート、白にね、白に、あの、はい、そう、大事よね、うん、そもそも大事よ、ここで、ね、そう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 、もうギュッと根元にこれくらいです、そうそう、わかるでしょ、自分で、だってあんまり長かったらユリ邪魔するじゃん、はい、そうですね、だからあのユリの足元に、足元にそう、かしずく、かしずく、はい、かしずく、かしずくもらった時3分の1ぐらい花束でもらったから、ああ、それでどうやった、うん、皆さん、ユリを使った秋のフラワーアレンジメントとフラワーアレンジメントの基礎の基礎、いかがでしたでしょうか。ちょっとでもよかったらグッドボタンと、そしてどうかチャンネル登録よろしくお願いいたします。今年中に5000名目指して76歳フラワーデザイナー頑張っております。どうかよろしくお願いいたします。それでは皆さん、ごきげんよう。ありがとうございました。コメントくださいね。ありがとうございます。